はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、3章方程式のとこなんですが、これがね、3章のテスト対策のスタート動画になるんですけど、最初なので方程式6問解く問題用意しております。なのでここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらって、ちょっとね、不安なのとか、わかんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、本編、普通のね、中学校1年生の数学の動画ももう撮り終わっているので、それのまとめ動画にはなるんですけど、一応、そのね、解き方とかを詳しく見たい方は、中1の、数学の、28から31、このあたりが方程式の、この辺のね、解き方の動画になりますので、もしよかったらチェックしてみてください。ではまず1番から行きましょう。で、方程式、ね、まず基本的に大事なのは、イコールがありますよね。で、左側を左辺、右側を右辺って言いますが、左辺、左に文字ついているものを持ってきます。で、右側、右辺に文字がついてないやつを集めてください。だからこの場合だったら、5x は x が文字ついてるから左で OK。でも 3x、文字くっついてるのに右にいるから左に持ってきたいと。で、右から左に持ってくるときに、イコールを飛び越えるんだよね。それを移行って言うんですけど、その時にプラスだったこいつがマイナスに変わります。こうやってね。で、4はもともと OK。で、マイナス2も右に行ってほしいから、イコールを飛び越えるので、マイナス2がプラス2に変わると。これがね、方程式の一番基本的な解き方です。で、5x-3x は 2x、イコール4たす2は6。で、両辺、2で割ればいいから、2で割ってこっちはなくなる。で、こっちは6割る2だから、3で、これで終了という風になります。ざっくり言うとこんな感じです。で、もうちょっと詳しく聞きたい方はぜひね、あっちの動画見てみてください。じゃあ、ここからちょっとスピード上げていきましょう。で、まずこの問題は、カッコが邪魔なので、カッコの前のマイナス、マイナス1が隠れてるんですけど、これを分配法則します。配っていく。掛け算でね。だから、マイナス1を 2x に配れば、符号変わるだけで、マイナス 2x。こいつにも配るから、プラス5に変わります。で、あと集めましょう。2x こっちに持ってくるから、マイナスがプラスに変わります。で、一応書こうか。6、プラス5はそのまんま。13こっちに来るから、マイナス13です。で、右辺計算すると、マイナス2か。ってなる。だから、両辺2で割って、ちょっとごめんね、右に持っていくよ。x イコールマイナス1となって、これで終了となります。必ず最後は x イコール。もしかしたら a とか y とか違う文字かもしれないですけど、文字イコールにしてください。ここになんか余計なもんついてると×になります。では次ですね。で、カッコの前に数字が来てるので、さっきと同じように配ります。3をこいつとこいつに掛け算で配る。だから、9x-6 ですね。で、あっちもマイナス3を5とマイナス x に配るので、マイナス 3×5 でマイナス15。で、ここがプラス 3x となります。で、集めましょう。で、9x で 3x をこっちに持ってきたらマイナス 3x になるような、9-3 だから 6x って、できれば頭の中で、ここはできるようになってほしい。です。もう無理しなくていいけどね。その方が時間が短縮できるし、ここの方程式の、みんなの定期テストの時は、おそらく結構問題数が多くなります。計算がメインになるので。だから、ちょっとスピードを上げておかないと、テストの時に間に合わなくなるんだよね。だから書かなくて済むものは、ぜひ頭の中でやってもらえるといい。それを普段から練習しておく。っていうのは大事です。で、戻ります。マイナス6を右に持っていくと、プラス6、マイナス15とくっつけるから、マイナス9になります。で、6が邪魔だから6で割りましょう。そうすると、ちょっとこっち来るよ。x イコール、これ割り切れないんで、こうなります。で、これは6で割ってるでしょ。で、ちょっとマイナスを無視すると、9割る6なんだよね、今ね。9割る6。これは小学校でやったように、割り算はこうなります。9割る6だったら、こうなって6分の9ね。もしくは、ちょっとずるい覚え方をするんだったら、
こうやって割るときに、文字にくっついてる数字が下に来ます。文字に、X にくっついてる、文字にくっついてる6っていう数字が下に来る。って覚えておくと、やりやすいです。ただし、これ、マイナス6分の9って書いたら×ね、テストの時。なぜかっていうと、約分できるから。これ3で割れるので、マイナス2分の3と、ここまで持ってきて丸になります。これ気をつけてね、分数のミスね。で、次です。で、問題の最初から分数が入ってます。このぐらいの分数だったら、いや、そのままやっちゃいますよって方もいると思います。もちろんそれでも構わないんですが、分数は計算ミスがやっぱり出やすいものではあるので、方程式の時は分数まず消しに行きます。自分はね。で、どうやって消すかっていうと、方程式って全部に何かの数字かけたりして OK なの。だから、こいつに3をかければ、約分で3分の1消えるよね。つまり、全部にかける3をします。そうすると、こいつは3分の3だから1になるから、X。もちろん4にも3かけて12、こいつにも3かけて6、こいつにもかけて 3X と変えてください。間違ってもこれだけに3をかけるっていうのは NG です。それは×になります。で、あと集めましょう。3X こっちに持ってきたらマイナス3、これとくっつける。これ1があるからね。1-3 だからマイナス 2X。12持ってきたらマイナス12、これとくっつければマイナス6。で、両辺マイナス2で割ると、マイナス6割るマイナス2なんで3と。これで OK。で、次ですね。割りかしやっぱミスが出るのはこの問題です。これ結構有名でね、難しいんですけど、難しいというかミスが出やすいんですけど、これも2分のと3分のが邪魔なので、まず分数消しに行きます。で、2と3を一気に消すためには6をかけるといいです。まあ、最小公倍数ってやつですね。2と3の最小公倍数6なんで。で、6をかけると、で、丁寧に書くんだったら1個ずつかけてもいいんですけど、ちょっと頭の中で処理してほしいところがあって、6かけますよね、こいつに。いいかい？ちょっと囲もうか。これ。6をかけると、こんな感じで書いていい？約分できるよね、3って。もちろん分母は1になるから分数じゃなくなります。で、大事なのが、3が出てきて3かけるこいつなんだけど、分数の棒ね、棒から降りてきた時には、カッコがつくの。だから、こうなる。これを、カッコがつくって覚えてないと、3かけるだから 3x-1 って書きたくなります。あ、3が残るんだよな。じゃあ 3x にして -1OK みたいな。これ×ね。これミスするから気をつけてください。カッコがつくから3を配んなきゃいけない。こういう時みたいに。配る、ちゃんと。つまり、3x-3 になります。もちろん一行これね、カッコついたの書いても構わないんですが、できれば約分するでしょって、約分して3が残る3を配るから、こうなるよねって書けると、個人的には嬉しい。いいね。まあそこまで持ってないのもいいけどさ。で、間違った、ごめん。次、マイナス2、6かけるから、マイナス12が来るね。で、イコール。で、こいつも同じです。ちょっと口でいきますよ。6をかけると約分して2が残りますよね。これと約分して。2を、こいつにまたカッコがつくからさ、2を配るから 4x-2 だなって。できたらこうやってください。できたら、もし厳しかったら書いていいからカッコ。いいからね。ミスする方がもったいないからさ。で、ここから集めます。4x こっちに持ってくるとマイナス 4x。3-4 だから、マイナス x だね。で、これ一気に持ってってもいいんですけど、まずこう計算しちゃってもいいよね。これ計算したらマイナス15でしょ。で、それを持ってきたらプラス15だから、15とこれくっつけて13になります。で、たまにですね、こう、これさ、X だけが残ってる感じするから、これ書いちゃう子がいるんだけど、X にマイナスがついてもダメだからね。これ邪魔なので、これ消しに行きます。で、よく自分はマイナス処理って言い方をするんですけど、こっちのマイナスが邪魔だったら、マイナス消して、こっちの符号を変えてください。今、プラスだからマイナスに変えて、これで終了です。まあ一応何やってるかっていうと、こいつにマイナス1をかけてるんです。かけるマイナス1。まあ割るマイナス1でもいいけどね。そうするとマイナスかけるマイナスでプラスに変わるでしょ。その代わりこっちにも同じことするから、13にマイナスかけて、マイナス13になるよっていう。そう。まあこういう変化ね。まあここで止めないように気をつけてください。で、ラストです。
括弧の前に小数があります。でこれなんですけど 0.1 を配る、 0.06 を配るでももちろんできるんですが、小数もやっぱり邪魔なんです。できれば1行目で消してしまいたい。小数はね、ごめん喉がね、おかしかった。で、小数の消し方っていうのは、かける10するかかける100をします。で、かける10をするっていうのは、例えば、0.5 って数字があったら、これにかける10をすると、位が1個上がるんで、小数の値が1個右にずれるんですよ。かける10っていうのは。だから、0.5 だったら、かける10で5に変わるから、小数じゃなくなるよね。つまり、かける10で OK。で、0.1 だけ見れば、あ、小数点1個ずらしたいから、かける10でいいじゃん、みたいな感じがするんだけど、0.06 は2個ずらさなきゃいけないのね。こうやって。2個ずらすためには、かける100をしなきゃいけない。かける100。これ入っていくかな？大丈夫、あ、ギリだね。だから、この問題はかける100をします。で、0.1、ちょっとこっち行こうか。にかける100をすると、2桁ずれます、小数点がね。1、2ってずれるから、ここに隙間には0書くんで、つまり10になります。もちろん普通に筆算してもらっても構わないんですけど、10になる。だから、まあ、ちゃんと書くんだったら、10に変わって括弧。まあ、もちろんこれね、分かってるからさ、10配っちゃえばいいんだけど、一応書きます。で、こっちは2個ずれたことによって6になる。で、括弧 x プラス15。こいつらは、括弧で掛け算でくっついてるから、一塊になります、ここ。こうやってね。つまり、ここに100をかけたら、カッコの中はずらさなくていい。あと、いじらなくて大丈夫です。カッコの中にも100かけるのかなってたまに言われるんですけど、やらなくて大丈夫。外だけで平気。で、あとは配りましょう。10配って、10x プラス10イコール 6x プラス掛け算だから90ですね。で、これ持ってくるとマイナス6だから10とくっつけて 4x イコール10持ってくるとマイナス10だから、くっつけて80。両辺4で割れば、x イコール20となって、これで終了となります。だからおまけにはなるんですけど、さっきこれ、両方に100かけたりしたでしょ？これ、かけるんじゃなくて割るも実はできて、ここ、括弧の前に3とマイナス3じゃないですか。だから実は、まあ、普通に配っても全然いいんだけど、割る3をしてしまって、ここ消して、ここもマイナス1にしてしまうの。そうすると、ここ1になるから、1配っても意味ないんで、カッコ外れるから、3x、マイナス2になるのね。で、これマイナスだけ残ってるから、マイナス配ると、マイナス5、プラス x になります。で、集めると、x 持ってきてくっつければ、ここ 2x。これ持ってくるとマイナス3になって両辺2で割ると、で3割る2になっちゃうから割り切れないんで、文字にくっついてる数字を下に持ってくればマイナス2分の3で同じになるでしょ。そうやってももちろん構わないんですが、まあこれはどっちでもいいですね。配っても普通に配ってもできる問題なので、ただこれに関しては普通に配ってしまうと結構苦しみます、小数に。だから最初に小数を、ね、掛け算で処理してください。では今回は中学校1年生の教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で引き続きテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。